内容はシンプルワードエンビディングベースドモデルとワードエンビディングベースの RNN ニューラルネットのモデルとの比較を行って、まあ、その SWEM で、まあ、そのニューラルモデルに匹敵するような精度を出すことができた、できるというような内容です。でその時の際のプーリングとかに、まあ、ちょっと工夫をして、まあ、ヒエラル、ですか、語順をまあ考慮するようなまあプーリングの仕方をしてみたりとか、まあ、そういう調査を行っています。はい、でまずイントロダクションです。まあ、ワードエンビディングはまあ単語を個別あ高低調のベクトルで表現してそれをまあニューラルに突っ込むとかそういうのが一般的に、はい、とで SWEM は純粋にその単語の足し、まあ分ベクトルを取るときは、まあ、純粋にその単語を平均したりマックスを取るとか、まあ、そういう感じの処理を行うようなモデルで、まあ、そういうのだと語順とかの情報っていうのは明示的にはできないんですけど、まあ、計算コストは低いということで、まあ、そういう計算コストと表現力にはまあトレードオフの関係があるだろうというふうにことになっています。でまあ、今回単語分散表現でその簡単なプーリング処理だけでまあどういうふうにまあタスクに影響するのかっていうようなことを調べているというような内容です。で実際にまあ使うタスク3つのタスクに対してまあ合計で17のデータセットで評価した実験を行っています。はい、でまあ、SWEMで何をしているかっていうことなんですけど、まあ、今回プーリングにまあ3つの手法を用いていて、まずアベレージっていうのがまあ純粋に単語まあ分の平均を取ったものをまあ 分またドキュメントのまあベクトルとするものと、まあ、マックスプーリングっていうのでその各次元でまあ最も高い数字のものをまあ使う、まあ、またヒエラルまあこの一番下のプーリングについてはまあウィンド幅でまあまずあらかじめまあアベレージで取ってその次に それぞれでまたマックスプーリングをかけるというようなまあ手法でまあこれでまあでそれぞれまあパラメーターの数とかまあ話にまあ、一応これ、まあ、SWEM はまあパラメータを使用しないでまあ計算することができるモデルですというようなまあ話です。はい、で実際に実験なんですけど、まあ、トクモではあの長い文章長いセンテンスに対するまあ分類と、まあ、テキストの、まあ、テキストとテキストが同じ意味か同じ意味じゃないかみたいなテキストの、まあ、NLI 的な、まあ、タスクを解く問題と、まあ、短い文の分類をするというような、まあ、その3つのタスクで今回はその精度を見ていきます。でまあ、実際に解く際のモデルは、まあ、そのグローブで初期あのプレートインサイトエンベリングを入れて、まあ、そこにマルチプルパースセット論で、まあ、アダムで最適化するみたいな感じで、まあ、今回は実験を行います。はい、でまず最初にその長い文に対する、まあクラスダリ分類を行うといった結果に対してまあ、まずまあこのコーンキャットした部分っていうのがアベレージのマックス両方を使ってまあ入力し両方まあただ結合してくっつけて入力したっていうような話なんですけどそのコーンキャットにおいてYahoo や AG のようなまあ純粋なトピック分類また DB のまあ、純粋あと、ねトピック分類とかにおいてはただの、まあ語順を考慮しないような SWEM において、ニューラルと、まあ、同等またはまあそれ以上の精度を出すことができていると。ただ語順を考慮しない場合において、YLP っていうのがまあ感情分類なんですけど感情分類においてはその語順を考慮しない場合において、まあ、精度はそのニューラルモデルにはまあ届かないっていうようなまあ結果になっていました。で、まあ、今回一番下の手法において、まあ、その、まあ、語順を考慮するような風に工夫することで、
まあ、ニューラルともさらに迫るような制度にはなるというような形になっています。で、まあ、細かいとこ、まあ調査になるんですけど、これが、グローブと、今回の SWEM MAX を使ったグローブと純粋に、初期値ランダムで SWEM MAX で、学習させた際に、まあ、単語の分散表現がどれぐらいなんか値が分布するかみたいなヒストグラムを出してるんですけど、グローブが、まあ、普通に分布を取っているのに対して、 SWEM MAX でトピック分類を学習させた場合っていうのはほとんどの単語の分値が0を示して、まあ、数単語に対して何かしらの数字が与えられるというような結果になっていて、まあ、トピック分類する際に必要なのはそのテキストの中の数単語で、まあ、それによって結局は解かれてるんじゃないかみたいなことを考察しています、はい。でその MAX を取るときっていうのは結局その各次元によってトピックに何かしら、まあ対応付けられるような、まあ、単語が出てくるんじゃないかっていうことで、この人たちはMAX プーリングで学習した際の数値に対して各次元で MAX を取って、その上位5分ってその各次元での5個トップ5個みたいなものを、まあ、抽出いくらか抽出して、まあ、ここで表示していて、まあ、その筆者ら的にはそのこういうカテゴリーとして何かしら、まあ、まとめられそうな単語っていうのがやっぱり上位に来るということで、そのマックスプーリングによる学習によって、まあ、各次元ごとに何か対応付けられるようなトピックが、まあ、分布しているんじゃないかというような感じのことを述べています。でそのさっき結構語順とかにこの人たちは結構注目していて、語順が。まあ、そもそもじゃあトレインのテストデータ自体の語順をランダムにシャッフルして学習して、それで精度は下がるのかみたいなことも調査していて、その、テーブル6が、まあ、実際にオリジナルとシャッフルドで、まあ、それぞれ、やってるんですけど、まあ、やっぱり、トピック分類とかそういうものにおいてはもうシャッフルしてしまってもほぼ精度は変わらないということで、結局ただ単語を抽出してきてるだけなんじゃないかと。で感情分類においては、まあ、単語の、並びが考慮されていて、まあ、やはり精度が下がってしまうというふうに述べています。で、テーブルなら、まあ、そのネガティブポジティブで、まあ、どういうなぜ、まあ、語順が大事かみたいなことの、まあ、例で、まあ、ネガティブにおいても結構、まあ、OK とかグレートライクみたいな、まあ、そういうポジティブに受け取られる単語はあるんですけど、それはまあでもちゃんと語順を考慮して、てかそもそも文として読むとそれはいい意味ではないみたいな、まあ、そういうふうに、まあ、やっぱ語順は大事というふうな感じで、まあ、述べています。で次にそのテキストマッチングの、まあ、場合で、テストをしていて、まあ、マルチ NLI 域の QA と、まあ、今回これも試していて、まあ、それぞれ、まあ、MAX や CONCAT で、LSTM、CNN と、まあ、同等の、またまあそれ以上の結果がまたこれでも出すことができていると。で、その小さい、さっきは長い文章での分類だったんですけど、今回それをまあ文章が短くなった場合は、対象とする入力の文語が短いようなタスクではどうなるかっていうような影響において、まあ全体的にその CNN の方がまあ有利に働くんですけど、まあ、ある程度はそれに近い値を出すことはできていると。ただまあやっぱり単純な分散表現での計算においては、まあ短い方だとニューラルモデルの方が有利に働くというふうな感じに、まあ、筆者らは述べています。はい。まあ、でついであと、まあ、今回は英語でやってるんですけど、まあ、もう一つなんかさらっと書いてて、まあ、他の言語ではどうかみたいなことで一応中国語でも試してるらしく、まあ、その場合でもその今回提案してる手法で、まあ、ある程度
まあ、高い分ができていて、まあ割まあ、そういう意味ではこう言語依存の、まあ、手法ではないみたいな感じのことをさらっと、はい、でまとめ、今回 CNN と LSTM と3つの比較を、まあ、していて、はい、まあ、単純なプーリングの処理だけでも割とこう長い文章では、まあ、効果的なこうエンコーダー的なことがエンコーディングみたいなことはできていると。ただまあ短い文だと CNLSTM の方がまあ良かった。でと、まあ、感情分類は語順がすごい、まあ、語順を考慮する必要があって、今回提案しているプーリングの、まあ、処理では、まあ、そういうのも割と考慮できている可能性があると。で NLIQA では、まあ、もう純粋なプーリングでも結構精度は出ていて、まあ、その他マックスプーリングで学習してみると、そういうトピックと、まあ、次元に何かしらの、まあ、意味的なパターンが見られるんじゃないかということで、まあ、今後の調査とかにもの、まあまあ、第一歩みたいになるんじゃないかというような感じのことを述べています。以上で発表を終わります。